ヤムさんの帽子で顔が見えなくて難しいな。ジョナサン、こんにちは。ごめんなさい、さっきちゃんとあのバンド紹介できなかった。脳みそのメモリの少ない配管じゃあ、何もないからです。今日はですね、大鳥最後にこの県南地区で大活躍八戸から、ゾディアクとかポップマシン&コンテンポラリーシステムさんでよろしいでしょうか。この二人はね、やっぱりずっと感覚屋っていうことで私なんかも一緒に運動したりしてるんですけども、金曜日ね、毎週金曜日金曜報道っていうのは東京で首都官邸前とかで行われてるんですが、ヤムさんは八戸、私は十和田で毎週金曜日やってるんです。そんなつながりでね、今日もちょっとぜひ最後語っていただきたいなと思って思いました。じゃあ皆さん最後まで、あとですね、4時46分の時となりましたの演奏です。よろしくお願いします。5分前に9時からありがとうございます。4名弱まで前に来て、いやどうも皆さん、こんにちは。こんにちは。名前が覚えられなかった。ゾディアックノーバポップマシン&コンテンポラリーシステム。長いですか？長い。長くない、長くない。全然。ゾディアックノーバポップマシン&コンテンポラリーシステム。はい、皆さん行ってみてください。はい、どうぞ皆さん。ゾディアックノーバポップマシン&コンテンポラリーシステム。ゾディアックノーバポップマシン&コンテンポラリーシステム。いや、まあ、ゾディアックでいいですよ。今日はね。だから皆さん、僕の言ってることは聞こえていますか？聞こえてる？聞こえるよ。大丈夫？大丈夫だよ。聞こえてます。はい。あの後ろにいる皆さんですね、最後です。最後この S シートが、ここは S 席残ってます、ね。まだ声あるんですよ。特等席が。皆さんどうぞどうぞ。前の方に。さて、やめ。S 席残ってます。赤い S 席。さてやめ。今日はあれですよね。投げ銭ライブ。そうだね。投げ銭ライブ。見えます。なんかだいぶ交差点入ってる。結構入ってます。ねえ。なんか我々もその音楽で協力できればいいなと思って、今日は来ました。なんかさっきのその、まずさっきのアイスさんに拍手だな。さん。なんかそれをすごくしみじみと、ね、うん、しかもこんなパワーもさ、うん、こういうイベントをこうプロデュースしてるってすごいよね。そしてなんだ、東北はそのプリミティブ、プリミティブなパワーがある。割とそうですよね。そうだよね。ヤムはね、横浜から来たんですけど、僕は勝ちないからと言いましたけど、僕は実は生まれは東大、ここで生まれました。今東大にいます。あ、東大は八戸にいます。ダメだな、こうやって喋ってると時間なくなるから。僕たちね、結構話長いんですよ。最近話長いんで。とっとと曲の方やりたいな。まずですね、青森のこと、青森全域のことを歌った、青森の秘密という曲を聴いてください。あ、いますか、やばい。うん、どうですか、うん、どうですか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 、うん、どうですか。Thank you.
力と未来。Thank you.
大何のためになるんだろう。行き場のないプルトニウム、プルトニウム、プルトニウム。ダダダダダダダ。ありがとうございます。チャリン落としましたよ。
ですよ。あの10万円でも100万円でも、めでてえなやのね、最後は。未来を作るのは子供たちじゃなくて、子供たちは我々大人たちが作った世界で過ごしていくわけです。ヤムは結構ね、八戸ではいろんな地区でサンバチームを立ち上げてるんですよ。ちびっこのサンバチームを立ち上げてる。まあすごくあのサンバを教えてるんですね、八戸で。ちびっこに教えてるっていうか一緒に遊んでるっていうか、まあそうなんだ。まあでもうまいよね。ありがとうございます。そしてその段ボールにね、色を子供たちに塗ってもらうという、プロジェクトのようなものをやってまして、ちょっと証明しましょう。安くね、じゃあ持ってきてもらっていいですか。元のズレスリー安くです。十和田湖の安く。この安くが持ってるのは、そのヤムがね、その段ボールのプロジェクトで子供たちびっこに、ノールール、何の規制もなく色を塗りました。で、出来上がった本なんです。すごいでしょ。で、これに、その、塗ってから、そのヤムが、物語を書いたわけです。これに。で、おたれから曲にしようということで、作った。ちょっと、開いて。ちょっと開いて。すごいな。ほら。いいでしょ。見えますか？本当に見えます？てか前の方に来てくださいってなって、よく見えますよね。ここにいっぱいあるからね、投げやすいし、これを曲にしたんですよ。そう、この曲を今日ここにいるちびっこに捧げたいなんですよ。初めて曲にするなんて考えてなかったわ。ただここにお話をつけただけなんだけど、ダチアはそれならじゃあ、曲にしようということで、曲にしてみました。してみました、ね。また話すとなってくる。そうなんですよ。なので、ちびっこ宇宙の始まり、まあ、紙芝居的に聞いていただければいいかな。ちびっこ前のおいで。ちびっこ前に来てよ。さあ、ヤム行くよ。うん、どうぞ。ちびっこ宇宙、ちびっこ宇宙の始まり始まり、始まり宇宙の始まり宇宙の始まり、不思議な道路。
Thank you.